これどういうことなんですかね。なんかカラーコーン置いてますね。前ここで〇〇があったよ。今現在西口に来ました。まあ、この後ろ深井さんです、というわけで、まあ、いつもと同じような感じでスタートするわけですけど、ついにやってまいりましたね、この、また段階が。そうね、はい、というわけでちょっと今日もね視聴者さんのリクエストで、進もうかなと思います。基本的には今回は、西口エリアで大丈夫ですか。うん、はい、でちょっと、軽くこの辺を、この辺とか今東口の方に本町の方にいるんですけど、まあ、ちょっと軽く本町の方を歩いて西口に行こうかなと。今日の平日の最初のコースは岡山駅前の西側周辺の繁華街を巡回することに。多くの飲食店が立ち並び、夜は最も多くの人が訪れる場所だけに街の雰囲気が気になる人が多いエリアである。あ、西側橋交番。西側橋交番、ほら平日ですけどね。そうね、ド平日で。でもまあ全然人いますね。平日ですけど。これどういうことなんですかね。なんかカラーコーン置いてますね。前ここで喧嘩があったよ。上入ってんでしょ多分。前ここで喧嘩あったんで。続いて向かうエリアは岡山駅から反対側の岡山駅西口エリアである。ここは比較的落ち着いたエリアで、お忍びでひっそり飲んだり隠れ家的なエリアである。特に宝冠町商店街は先ほどの歓楽街とは真逆なひっそりとしたエリアである。これがもうホテルのアーケード。
今現在西口に来ました。まあ、この後ろを見てくれたら分かるんですけど、西口となかなかその足を踏み込むような感じではないですが、だいたい東口の本町エリア中心なんですけど、まあちょっとここはひっそりとしたエリアかなと。ちょっとディープな、はい、ちょっと行ってみましょうかね。まあこうやってお店あるわけですよ。格安チケット、あ、ここにもあるんですね。一緒ですけど、まあ種類が限られてくるのかもしれないです。こっちですね。この宝冠城なんですけど、まあ、なんかまあ岡山城に関係したお侍さんがこの辺住んでてたくさん、でもその大政奉還、だからもう武士は不要みたいな、お城いらないみたいななった時に武士が職を失ってしまって、じゃあ何するかっていうと、ここで商いを始めたという。でまあ奉還庁、大政奉還じゃない、あ、そういうか、いいね、こういうことなんですよね。始まるわ。バルみたいなのが、そうね、Go to eat のどれが入り口、あ、こっち、そう、めっちゃ見るわな。このザグザグは7時に、普通は12時ぐらいですよね、閉まります。料理8品、ちょっとワイズサイズ、え、ちょ、料理8品プラス飲み放題1980円だったよ。これ一回戻っていくしかないです。やばくない、だって2000円安いですね。え、これはいいね、海鮮、これなんかそういうものを売ってんすかね。うまいすぎる。これが元々の交番の、ね、あ、でも作りがそうなんだ、今はなんかその会議所みたいな、ね、はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。焼肉ですね。これ去年の忘年会こうやって。あ、そうなんですか。マジで。え、ここなんや。あ、そうですね。え、何やねん。これ。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録も
よろしく。